今日はね、風呂敷ラジオのイライラ投票箱の方にね、応募がいただいてたメッセージの中で少し気になるものがあったので、このご相談内容というか、一度視聴者の方から届いてるものをお読みさせていただきます。ペンネーム、バームクーヘンさんですね。ピロシキーズの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいています。私のサークルには難しい言葉を使いたがる先輩がいます。何かと会話に KPI とかプロトコルとかデフレ銘柄とか、すぐに理解ができないような言葉を使ってきます。自分のエリートさを見せつけていきたいのでしょうか。そういう意識の高い用語を使ってくるたびにイライラしてしまうのですが、どう対処すればいいんでしょうか。ピロシキーズのお二人に意見もお聞きしたいです、ということで、最近ちょっと増えてきてんねんな。僕この間気になったのは、うちの上司ワーカホリックで困ってんねんちょっと言われて、働きすぎての病気の人、そう、なんか働き病、仕事中毒をワーカホリックっていうらしいね。でもさ、よく考えて、ワーカホリックってもう7文字やんか、仕事中毒やん、4文字ですもんちょっとね、漢字でしょ、だから漢字やん、そう漢字が4やろ、ちゃうねん、でも仕事中毒って、いやいや、でもさワーカホリックよりは仮にじゃあひらがなにする、仕事中毒、まあ8文字やけど、あ、1個超えてるかな。でも分かりやすいやん、その方が。え、ワーカホリックって何ってならへんやん。あ、うざいな。あと最近ちょっと QOL をな、意識してるね。何 QOL？ クオリティオブライフ。クオリティオブライフ、もう何文字か知らんけども、 QOL に略すことによって短くしてるんやろうけども、生活の質じゃあかんの。生活の質、生活の質っていいやん、別に。分かりやすい、うん、ね、だからそういう人は確かに増えてるなとは思う。難しい言葉使ったらそれっぽく賢く聞こえるけど、実質的には大したこと言ってへんねやろ。相手がたまたまワーカホリックっていう単語を知らんかったら、ワーカホリックって何って聞かれるやん。じゃあ、あ、それはあの仕事中毒のことでって、マウント取れるやん。あ、取れる。そしたらもうこっちの方が立場上だねみたいな、あんたそんな言葉も知らないなんてっていう。なんかそういうやつってさ、わざとそこをスルーしてさ、ワーカホリックって何って聞かんと、そのままでいると、え、わかるとか言って言ってくるやついるよね、もう触れないでいるのに、てか分かってんの、そうそう、分かってんのって、その会話の内容もね、適当にな、流してんのに。そうやって自分の立場を少しでも優位に見せるということがね、やっぱこの世の中では起きていますが、とんでもない世の中になってきました。我々は YouTube をやっているわけでございます、はい、つまりどういうことか。どういうことなんですか。社会的にバカな人である。要はあの、バカな人って言い方悪いな。あかん、そんな。でも社会のことがだんだんわからなくなってきてるわけよ。ビジネス、会社に出勤したりしてないからな、ね、置いてかれてる感はあるかもね。そう、置いてかれてるね。そういういわゆるオフィスの頭の良さけない意識高い系のところで働いたことある？あ、なんでねだろ。なんやろ見た目だけやろ。あ、なんかすごいそんな格好やね。たまたま、びっくり。ということで、まあ今回はね、アレちゃんにね、はい、まあ私は実はこの YouTube をやる芸能界に入る前っていうのが、そういう意識の高い系の会社で働いてたから、実はちょっとわかんのよ。ちょっとわかる。でもなるべく使わへんようにしてるけどな。なるほど。アレちゃん、だって車の整備工場とかでバカにすんじゃねえよお前。車の整備工場でもそんなん言わへんやろ、ワーカホリックとか。そういう会話はせえへんやろ。会話一切しません。まず会話はしません。会話がないんやな、もう、はい、取り付けていく作業みたいな。そう、ちょっとアレちゃんに、ちょっと待って、やだ、これ今回は意識高い系ビジネス用語クイズ。やだ、全然やだ。アレちゃんにもうこの言葉を使って何か例題文を作ってもらいます。シナジー、どうぞ。ねえ、プラス、明日シナジーしない。な、合ってるんじゃん、これシナジー、相乗効果。そう、明日シナジーしよう。ま、同じ塩のもんだよね。一応正解の使い方は、麺とスープのシナジーがラーメンのうまさなんだよ。麺とスープがお互いを引き当たって合うことで相乗効果が生まれ、それがラーメンの美味しさとなるんだよ。じゃあ次、スキーム。やぶらスキーって、昨日友達と歩いてたらさ、路上でスキームやってたんだよ、友達。なかなかすげえやつらかな。一応もうアレちゃん、スキームっていうのはね、構想、経済的な仕組み、大まかな計画。あ、外でだから、やってた。正しく使うとすれば、憧れのあの子を落とすために俺が考えた告白までのスキームについて意見が欲しい。こんな難しい言葉ある？叫んじゃねえよお前ら。昨日さ、私さ、昨日久しぶりに彼氏とちょめちょめしたのよ。そしたら、ASMR
もほんとにアズスンアズポッシブルの略でなるべく早くみたいな早く言ったってこといや、そうなんじゃない。例えば、ねえちょっとこの資料修正 ASAP でお願いみたいな早く修正してみたいななるべく早くお願いみたいな同じようなことだね。だから彼氏マジ ASAP やみたいなあ、いいよね使えるねいいねじゃあ次、FYI プラス送ってきた資料について考えたんだけど、うんうんうん、あなたの考えてることって FYI だどういうことどういう意味なんですか、アルちゃん的にあなたの考えていることは本当 FYI だな、まあ、意味不明的なそういうことブブなのご参考までに For your information あ、でも同じようなことだね違う最後にだから FYI ってつけてその後参考の内容を書くみたいなあ、合ってるね、結構、うん、アウトソーシングなんかさ、昨日新宿行ってきたんだけどあちこちにアウトソーシングがあるんだよねそれ何無料案内所みたいなこと違いますアウトソーシングはサービスとかの運用を他の人に任せることやだからもう新宿はもうあちらこちら中にそれサービスを任せてる人たちだらけであふれ返ってるってこともうみんな他人のせいにしてるってことをまあでもなんかまあ例題としては今日飲む店取ってるって言われた時とかに、うん、あ違うあの田中にアウトソーシングしてるみたいなこれ普通日本語やったら何田中に予約頼んでます予約でええやんかなアライアンスあかんで、ね、なんか今もう考えてるのなんとなくわかるけどあの洗剤が一番アライアンスやわあかんで、ね、あのさ言いそうやからやめてくれる私の言うことを先に言うやめてくれる洗剤アライアンスじゃんアライアンス的なことじゃないですなるほどねプラスほあそこ見てあの二人超アライアンスでもまあまあまあ楽しいかも協力する、提携するとかやからあ、だから提携しまくってるってあの二人超協力的って感じじゃない、うん、アライアンスしてるアライアンスしてるまあ一応例題としては俺とお前でアライアンス組んであのボス倒そうぜってゲームで言ったりとかアライアンスって言われたら本当にピシッってやるまあだからこういう感じやんよ多分その向こうの先輩も質問者さんも先輩もわかんねえよってなるよ大げさにえぇ、ー、先輩難しい言葉を送ってすごーいえへへへ自分がバカみたいなそう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 えぇ、ー、なんですかみたいなすごーいすごーいって言って気持ちよくさせてほんでなんかこうこれはなんとかなんとかで意味がそうでどんどん落とし込んでいくそれ落とし込んでいくえ本人はどんどん有頂天になっていってどんどん難しい言葉使って気づいたらもうみんなにあいつかっこつけたよねっていう噂が広まるようになるほんで裏で噂流したりね悩んだかねイライラしたかねあこいつちょろい人間だなと大して深いことを言えないタイプの人間なのになんとか自分の自我を保って少しでも優位に立とうとする哀れな生き物だつまり簡単に転がせるビー玉と思って操作して生きてください全てはあなたの手の中金玉